ハリケーンスタンは2005年北大西洋で発生した18番目の名前の付けられた熱帯低気圧で10番目のハリケーンである。シンドズハリケーンの規模を示すカテゴリーは1。スタンは2005年10月2日朝にユカタン半島に上陸して夜までにメキシコ湾に抜け、4日朝にメキシコ南部ベラクルス州に迫ったところでハリケーンとなった。 ベラクルスに上陸後は勢力を弱め4日夕方には熱帯低気圧となった。スタンの影響で起きた土砂崩れや洪水などでグアテマラやエルサルバドル、コスタリカ、ホンジュラス、ニカラグアメキシコ南部で犠牲者、行方不明者合わせて1000人以上が報告されている。ハイチ、ベリーズも影響を受けた。最も多くの犠牲者が出したグアテマラでは900カ所で土砂崩れが起こった。 4日メキシコの国境に近いサンマルコス県にある高投で、土砂崩れが起きた。5日朝にはアティトランコに近いソーロラ県のパナハチェルにあるマヤインディアンが住む村パナバゲ火山の斜面を下ってきた土砂などで村全体が埋め尽くされた。この2つの地域は大きな被害を受けた。行方不明者の捜索は衛生上、安全上の理由から11日に打ち切られた。 ベルシェ大統領は農業に1億3500万ドル相当の被害が発生したと発表した。このハリケーンの国際名、スタンはこの年限りで引退となり、代わりにショーンという国際名に変更となった。ありがとうございます。